今回は江戸川乱歩の赤い部屋を朗読します。異常な興奮を求めて集まった7人の死活目らしい男が、私もそのうちの一人だった。わざわざそのためにしつらえた赤い部屋の黄色のビロードで張った深い肘掛け椅子にもたれ込んで、今晩の話し手が何事か怪異な物語を話し出すのを今か今かと待ち構えていた。7人の真ん中には、これも黄色のビロードで覆われた一つの大きな丸いテーブルの上に、古風な彫刻のある燭台に刺された三丁の太いろうそくがゆらゆらとかすかに揺れながら燃えていた。部屋の刺繍には、窓や入り口のドアさえ残さないで、天井から床まで深紅な重々しい垂れ絹が豊かなひだを作ってかけられていた。ロマンチックなろうそくの光が、その静脈から流れ出したばかりの血のようにもどす黒い色をした垂れ絹の表に、我々七人の異様に大きな影帽子を投げていた。そしてその影帽子は、ろうそくの炎につれて、いくつかの巨大な昆虫ででもあるかのように、垂れ絹のひだの曲線の上を伸びたり縮んだりしながら這い回っていた。いつもながらその部屋は、私をちょうど途方もなく大きな生き物の心臓の中に座ってでもいるような気持ちにした。私にはその心臓が大きさに相応したのろさを持って、ドキンドキンと脈打つ音さえ感じられるように思えた。誰も物を言わなかった。私はろうそくを透かして、向こう側に腰掛けた人たちの、赤黒く見える影の多い顔を何ということなしに見つめていた。それらの顔は不思議にもおのおの表のように無表情に微動さえしないかと思われた。やがて今晩の話し手と定められた新入会員の T 氏は、腰掛けたままでじっとろうそくの火を見つめながら次のように話し始めた。私は陰影の加減で骸骨のように見える彼の顎が、物を言うたびにガクガク物寂しく合わさる様子を、奇怪なからくり仕掛けの人形でも見るような気持ちで眺めていた。私は自分では確かに正気のつもりでいますし、人もまたそのように取り扱ってくれていますけれど、真実正気なのかどうかは分かりません。狂人かもしれません。それほどでないとしても一種の精神異常者というようなものかもしれません。とにかく私という人間は不思議なほどこの世の中がつまらないのです。生きているということがもう退屈で退屈でしょうがないのです。はじめの間はでも人並みにいろいろの道楽にふけった時代もありましたけれど、それが何一つ私の生まれつきの退屈を慰めてくれないで、かえってもうこれで世の中の面白いことはおしまいなのか、なんだつまらないという失望ばかりが残るのでした。で、だんだん私は何かをやるのが億劫になってきました。例えばこれこれの遊びは面白い、きっとお前を有頂天にしてくれるだろうというような話を聞かされますと、おお
そんなものがあったのか。では早速やってみようと乗り気になる代わりに、まず頭の中でその面白さをいろいろと想像してみるのです。そして散々想像を巡らした結果は、いつも何大したことはないと見くびってしまうのです。そんな風である期間、私は文字通り何もしないで、ただ飯を食ったり起きたり寝たりするばかりの日を暮らしていました。そして頭の中だけでいろいろな空想を巡らしては、これもつまらない、あれも退屈だと片っ端からけなしつけながら、死ぬよりもつらい、それでいて人目にはこの上もなく安易な生活を送っていたのです。これが私がその日その日のパンに追われるような境遇だったらまだよかったのでしょう。たとえ強いられた労働にしろ、とにかく何かすることがあれば幸福です。それともまた私がとびきりの大金持ちででもあったらもっとよかったかもしれません。私はきっとその大金の力で、歴史上の暴君たちがやったような素晴らしい贅沢や血生臭い遊戯や、その他さまざまの楽しみにふけることができたのでありましょうが、もちろんそれもかなわぬ願いだとしますと、私はもうおとぎ話にある物草太郎のように、いっそ死んでしまった方がましなほど寂しく物憂い、その日その日をただじっとして暮らすほかはないのでした。こんなふうに申し上げますと、皆さんはきっと、そうだろう、しかし世の中の事柄に退屈しきっている点では、我々だって決してお前に引けを取りはしないのだ、だからこんなクラブを作って何とかして異常の興奮を求めようとしているのではないか。お前もよくよく退屈なればこそ今我々の仲間へ入ってきたのであろう。それはもうお前の退屈していることは今さら聞かなくてもよく分かっているのだとおっしゃるに違いありません。本当にそうです。私は何もくどくどと退屈の説明をする必要はないのでした。そしてあなた方がそんなふうに退屈がどんなものだかをよく知っていらっしゃると思えばこそ、私は今夜この席に列して、私のへんてこな身の上話をお話ししようと決心したのでした。私はこの開花のレストランへはしょっちゅう出入りしていまして、自然ここにいらっしゃるご主人ともお心安く、ずっと前からこの赤い部屋の会のことを聞き知っていたばかりでなく、一切ならず入会することを勧められてさえいました。それにもかかわらず、そんな話には一も二もなく飛びつきそうな退屈屋の私が今まで入会しなかったのは、私が、失礼な申し分かもしれませんけれど、皆さんなどとは比べ物にならぬほど退屈しきっていたからです。退屈しすぎていたからです。犯罪と探偵の遊戯ですか、高齢術その他の心霊上の様々の実験ですか、オブシンピクチャーの映画や実演やその他のセンシュアルな遊戯ですか、刑務所や風天病院や解剖学教室などの参観ですか。まだそういうものにいくらかでも興味を持ちうるあなた方は幸福です。私は皆さんが死刑執行の隙間を企てていられると聞いた時でさえ少しも驚きはしませんでした。と言いますのは、私はご主人からそのお話のあった頃には、もうそういうありふれた刺激には飽き飽きしていたばかりでなく、ある世にも素晴らしい遊戯と言っては少しそら恐ろしい気がしますけれど、私にとっては遊戯と言ってもよい一つの事柄を発見して、その楽しみに夢中になっていたからです。その遊戯というのは、
突然申し上げますと、皆さんはびっくりなさるかもしれませんが、人殺しなんです。本当の殺人なんです。しかも、私はその遊戯を発見してから今までに100人に近い男や女や子供の命をただ退屈を紛らす目的のためばかりに奪ってきたのです。あなた方は、では私が今その恐ろしい罪悪を介護して懺悔話をしようとしているのかと早合点なさるかもしれませんが、ところが決してそうではないのです。私は少しも介護などしてはいません。犯した罪を恐れてもいません。それどころか、なんということでしょう、私は近頃になってその人殺しという血生臭い刺激にすらもう飽き飽きしてしまったのです。そして今度は他人ではなくて自分自身を殺すような事柄に、あのアヘンの喫煙にふけり始めたのです。さすがにこれだけは、そんな私にも命は惜しかったと見えまして、我慢に我慢をしてきたのですけれど、人殺しにさえ飽き果ててはもう自殺でも目論むほかに刺激の求めようがないではありませんか。私はやがてほどなくアヘンの毒のために命を取られてしまうでしょう。そう思いますと、せめて筋道の通った話のできる間に、私は誰かに私のやってきたことを打ち明けておきたいのです。それにはこの赤い部屋の方々が一番ふさわしくはないでしょうか。そういうわけで、私は実は皆さんのお仲間入りがしたいためではなくて、ただ私のこの変な身の上話を聞いてもらいたいばっかりに会員の一人に加えていただいたのです。そして幸いにも新入会の者は必ず最初の晩に何か会の趣旨に沿うようなお話をしなければならぬ定めになっていましたので、こうして今晩その私の望みを果たす機会を捉えることができた次第なのです。それは今からざっと3年ばかり以前のことでした。その頃は、今も申し上げましたように、あらゆる刺激に飽き果てて何の生きがいもなく、ちょうど一匹の退屈という名前を持った動物ででもあるように、のらりくらりと日を暮らしていたのですが、その年の春といってもまだ寒い自分でしたから、多分2月の終わりか3月の初め頃だったのでしょう。あるよ、私は一つ妙な出来事にぶつかったのです。私が100人もの命を取るようになったのは、実にその晩の出来事が動機を成したのでした。どこかで夜更かしをした私は、もう1時ごろでしたろうか、少し酔っ払っていたと思います。寒い夜なのに、ブラブラと車にも乗らないで家路をたどっていました。もう一つ横丁を曲がると、一丁ばかりで私の家だというその横丁を何気なくひょいと曲がりますと、出会い頭に一人の男が何か狼狽している様子で、慌ててこちらへやってくるのにばったりぶつかりました。私も驚きましたが、男は一層驚いたと見えて、しばらく黙って突っ立っていましたが、おぼろげな街灯の光で私の姿を認めると、いきなり、この辺に医者はないかと尋ねるではありませんか。よく聞いてみますと、その男は自動車の運転手で、今そこで一人の老人を、こんな夜中に
人でうろついていたところを見ると、多分不老の徒だったのでしょう。引き倒して大けがをさせたというのです。なるほど。見ればすぐ二三軒向こうに一台の自動車が止まっていて、そのそばに人らしいものが倒れて、ううとかすかにうめいています。交番といっても遠方ですし、それに負傷者の苦しみがひどいので、運転手は何はさておき、まず医者を探そうとしたのに違いありません。私はその辺の地理は自宅の近所のことですから、医院の所在などもよくわきまえていましたので、早速こう教えてやりました。ここを左の方へ二丁ばかり行くと、左側に赤い見当のついた家がある。M 医院というのだ。そこに行って叩き起こしたらいいだろう。すると運転手はすぐさま助手に手伝わせて、負傷者をその M 医院の方へ運んでいきました。私は彼らの後ろ姿が闇の中に消えるまでそれを見送っていましたが、こんなことにかかり合っていてもつまらないと思いましたので、やがて家に帰って、私は一人者なんです、婆屋の敷いてくれた床に入って、酔っていたからでしょう、いつになくすぐに寝入ってしまいました。実際何でもないことです。もし私がそのままその事件を忘れてしまいさえしたら、それっきりの話だったのです。ところが翌日目を覚ました時、私は前夜のちょっとした出来事をまだ覚えていました。そしてあの怪我人は助かったかしらなどと用もないことまで考え始めたものです。すると私はふと変なことに気がつきました。いや、俺は大変な間違いをしてしまったぞ。私はびっくりしました。いくら酒に酔っていたとはいえ、決して正気を失っていたわけではないのに、私としたことが何と思ってあの怪我人を M 医院などへ担ぎ込ませたのでしょう。ここを左の方へ二丁ばかり行くと、左側に赤い見当のついた家があるというその言葉もすっかり覚えています。なぜその代わりにここを右の方へ一丁ばかり行くと軽病院という外科専門の医者があると言わなかったのでしょう。私の教えたというのは評判のやぶ医者で、しかも外科の方はできるかどうかさえ疑わしかったのです。ところが M とは反対の方角で、 M よりはもっと近いところに立派に設備の整った K という外科病院があるではありませんか。無論私はそれをよく知っていたはずなのです。知っていたのになぜ間違ったことを教えたか。その時の不思議な心理状態は今になってもまだよくわかりませんが、おそらくどう忘れとでも言うのでしょうか。私は少し気がかりになってきたものですから、婆屋にそれとなく近所の噂などを探らせてみますと、どうやら怪我人は M 医院の診察室で死んだらしいのです。どこの医者でもそんな怪我人なんか担ぎ込まれるのは嫌がるものです。まして夜中の1時というのですから無理もありませんが、 M 医院ではいくら戸を叩いても何のかんのと言ってなかなか開けてくれなかったと言います。散々暇取らせた挙句、やっと怪我人を担ぎ込んだ自分にはもうよほど手遅れになっていたに違いありません。でもその時、もし M 医院の医者が、私は専門医でないから近所の軽病院の方へ連れて行けとでも指図をしたなら、あるいは怪我人は助かっていたのかもしれませんが、なんという無茶なことでしょう。彼は自らその難しい患者を処理しようとしたらしいのです。そしてしくじったのです。何でも噂によりますと、M 氏はうろたえてしまって不当に長い間怪我人をいじくり回していたということです。
私はそれを聞いて、なんだかこう変な気持ちになってしまいました。この場合、かわいそうな老人を殺した者は果たして誰でしょうか。自動車の運転手と M 医師とにもそれぞれ責任のあることは言うまでもありません。そしてそこに法律上の処罰があるとすれば、それはおそらく運転手の過失に対して行われるのでしょうが、事実上最も重大な責任者はこの私だったのではありますまいか。もしその際、私が M 委員でなくて K 病院を教えてやったとすれば、少しのヘマもなく怪我人は助かったのかもしれないのです。運転手は単に怪我をさせたばかりです。殺したわけではないのです。 M 医師は医術上の技量が劣っていたためにしくじったのですから、これもあながち咎めるところはありません。よし、また彼に責めを負うべき点があったとしても、その元はといえば、私が不適当な M 委員を教えたのが悪いのです。つまりその時の私の指図次第によって、老人を生かすことも殺すこともできたわけなのです。それは怪我をさせたのはいかにも運転手でしょう。けれど殺したのはこの私だったのではありますまいか。これは私の指図が全く偶然の過失だったと考えた場合ですが、もしそれが過失ではなくて、その老人を殺してやろうという私の故意から出たものだったとしたら、一体どういうことになるでしょう。言うまでもありません。私は事実上殺人罪を犯したのではありませんか。しかし法律は、たとえ運転手を罰することはあっても、事実上の殺人者である私というものに対しては、おそらく疑いをかけさえしないでしょう。なぜといって、私と死んだ老人とはまるきり関係のないことがよくわかっているのですから。そしてたとえ疑いをかけられたとしても、私はただ外科病院のあることなど忘れていたと答えさえすればよいのではありませんか。それは全然心の中の問題なのです。皆さんはかつてこういう殺人法について考えられたことがおありでしょうか。私はこの自動車事件で初めてそこへ気がついたのですが、考えてみますと、この世の中はなんという健能な場所なのでしょう。いつ私のような男が何の理由もなく故意に間違った医者を教えたりして、そうでなければ取り留めることができた命を不当に失ってしまうような目に遭うか分かったものではないのです。これはその後私が実際やってみて成功したことなのですが、田舎のおばあさんが電車線路を横切ろうと、まさに線路に片足をかけた時に、無論そこには電車ばかりでなく、自動車や自転車や馬車や人力車などがおるように行き違っているのですから、そのおばあさんの頭は十分混乱しているに違いありません。その片足かけた刹那に、急行電車か何かが疾風のようにやってきて、おばあさんから二三軒のところまで迫ったと仮定します。その際、おばあさんがそれに気づかないでそのまま線路を横切ってしまえば何のことはないのですが、誰かが大きな声で「おばあさん危ない!」と怒鳴りでもしようものなら、たちまち慌ててしまってそのまま突っ切ろうか、一度後へ引き返そうかと、しばらく間をつくに相違ありません。そしてもし電車があまり間近いために急停車もできなかったとしますと、おばあさん危ないというたった一言がそのおばあさんに怪我をさせ、悪くすれば命までも取ってしまわないとは限りません。さっきも申し上げました通り、
私はある時この方法で一人の田舎者をまんまと殺してしまったことがあるのですよ。T 氏はここでちょっと言葉を切って気味悪く笑った。この場合危ないと声をかけた私は明らかに殺人者です。しかし誰が私の殺意を疑いましょう。何の恨みもない見ず知らずの人間をただ殺人の興味のためばかりに殺そうとしている男があろうなどと想像する人がありましょうか。それに危ないという注意の言葉はどんなふうに解釈してみたって好意から出たものとしか考えられないのです。表面上では死者から感謝されこそすれ決して恨まれる理由がないのです。皆さん、なんと安全至極な殺人法ではありませんか。世の中の人は悪事は必ず法律に触れ相当の処罰を受けるものだと信じて愚かにも安心しきっています。誰にしたって法律が人殺しを見逃そうなどとは想像もしないのです。ところがどうでしょう、今申し上げました二つの実例から類推できるような少しも法律に触れる気遣いのない殺人法が考えてみればいくらもあるではありませんか。私はこのことに気づいたとき、世の中というものの恐ろしさに戦慄するよりもそういう罪悪の余地を残しておいてくれた造物主の余裕をこの上もなく愉快に思いました。本当に私はこの発見に狂気しました。なんと素晴らしいではありませんか。この方法によりさえすれば大将のめでたい御世にこの私だけはいわば切り捨て御免も同様なのです。そこで私はこの種の人殺しによってあの死にそうな退屈を紛らすことを思いつきました。絶対に法律に触れない人殺し、どんなシャーロック・ホームズだって見破ることのできない人殺し。ああ、なんという申し分のない眠気覚ましでしょう。以来私は3年の間というもの人を殺す楽しみにふけっていつの間にか刺し物退屈をすっかり忘れ果てていました。皆さん笑ってはいけません。私は戦国時代の豪傑のようにあの100人斬りを、無論文字通り斬るわけではありませんけれど100人の命を取るまでは決して中途でこの殺人をやめないことを私自身に誓ったのです。今から三月ばかり前です。私はちょうど99人だけを済ませました。そしてあと一人になった時、先にも申し上げました通り私はその人殺しにももう飽き飽きしてしまったのですが、それはともかく、ではその99人をどんな風にして殺したか。もちろん99人のどの一人にも少しだって恨みがあったわけではなく、ただ人知れぬ方法とその結果に興味を持ってやった仕事ですから、私は一度も同じやり方を繰り返すようなことはしませんでした。一人殺した後では今度はどんな新工夫でやっつけようかと、それを考えるのがまた一つの楽しみだったのです。しかしこの席で私のやった99の異なった殺人法をことごとくお話しする暇もありませんし、それに今夜私がここに参りましたのはそんな個々の殺人法を告白するためではなくて、そうした極悪非道の罪悪を犯してまで退屈を免れようとした、そしてまたついにはその罪悪にすら飽き果てて今度は
この私自身を滅ぼそうとしている世の常ならぬ私の心持ちをお話しして皆さんのご判断を仰ぎたいためなのですから、その殺人方法についてはほんの2、3の実例を申し上げることにとどめておきたいと存じます。この方法を発見して間もなくのことでしたが、こんなこともありました。私の近所に一人のあんまがいまして、それが片輪などによくあるひどい強情者でした。他人が親切からいろいろ注意などしてやりますと、かえって逆にとって、目が見えないと思って人をバカにするな、それくらいのことはちゃんと俺だって分かっているわいという調子で、必ず相手の言葉に逆らったことをやるのです。どうして並々の強情さではないのです。ある日のことでした。私がある大通りを歩いていますと、向こうからその強情者のあんまがやってくるのに出会いました。彼は生意気にも杖を肩に担いで鼻歌を歌いながらひょっこりひょっこりと歩いています。ちょうどその町には昨日から下水の工事が始まっていて、往来の片側には深い穴が掘ってありましたが、彼は盲人のことで片側往来止めの立て札など見えませんから、何の気もつかずその穴のすぐそばをのんきそうに歩いているのです。それを見ますと、私はふと一つの妙案を思いつきました。そこで、いや N 君とあんまの名を呼びかけ、よく領事を頼んでお互いに知り合っていたのです。そら危ないぞ、左へ寄った左へ寄ったと怒鳴りました。それをわざと少し冗談らしい調子でやったのです。というのは、こう言えば彼は日頃の性質からきっとからかわれたのだと邪推して、左へは寄らないでわざと右へ寄るに違いないと考えたからです。案の定彼は、えへへへ、ご冗談ばっかりなどと声色めいた口返答をしながら、やにわに反対の右の方へ二足三足寄ったものですから、たちまち下水工事の穴の中へ片足を踏み込んで、あっという間に一畳もあるその底へ落ち込んでしまいました。私はさも驚いた風を装って穴の縁へ駆け寄り、うまくいったかしらと覗いてみました。彼は打ちどころでも悪かったのか、穴の底にぐったりと横たわって穴の周りに突き出ている鋭い石でついたのでしょう。一分狩りの頭に赤黒い血がタラタラと流れているのです。それから舌でも噛み切ったと見えて、口や鼻からも同じように出血しています。顔色はもう真っ青で、うなり声を出す元気さえありません。こうしてこのあんまはでも数時間は虫の息で生きていましたが、ついに絶命してしまったのです。私の計画は見事に成功しました。誰が私を疑いましょう。私はこのあんまを日頃ひいきにしてよく呼んでいたくらいで、決して殺人の動機になるような恨みがあったわけではなく、それに表面上は右に落とし穴のあるのを避けさせようとして、左へ寄れ左へ寄れと教えてやったわけなのですから、私の行為を認める人はあっても、その親切らしい言葉に恐るべき殺意が込められていたと想像する人があろうはずはないのです。ああ、なんという恐ろしくも楽しい遊戯だったのでしょう。巧妙なトリックを考え出した時の、おそらく芸術家のそれにも匹敵する歓喜、そのトリックを実行する時のワクワクした緊張、そして目的を果たした時の言い知れぬ満足、それにまた
私の犠牲になった男や女が、殺人者が目の前にいるとも知らず、血みどろになって狂い回る断末魔の光景。最初の間、それらがどんなにまあ私を有頂天にしてくれたことでしょう。ある時はこんなこともありました。それは夏のどんよりと曇った日のことでしたが、私はある郊外の文化村とでも言うのでしょう、10軒余りの西洋館がまばらに立ち並んだところを歩いていました。そしてちょうどその中でも一番立派なコンクリート造りの西洋館の裏手を通りかかった時です。ふと妙なものが私の目に留まりました。と言いますのは、その時私の鼻先をかすめて勢いよく飛んでいった一羽のスズメが、その家の屋根から地面へ引っ張ってあった太い針金にちょっと止まると、いきなり跳ね返されたように下へ落ちてきて、そのまま死んでしまったのです。変なこともあるものだと思ってよく見ますと、その針金というのは西洋館の尖った屋根の頂上の飛来針から出ていることが分かりました。無論針金には被覆が施されていましたけれど、今スズメの止まった部分はどうしたことかそれが剥がれていたのです。私は電気のことはよく知らないのですが、どうかして空中電気の作用とかで飛来針の針金に強い電流が流れることがあるとどこかで聞いたのを覚えていて、さてはそれだなと気づきました。こんなことに出くわしたのは初めてだったものですから、珍しいことに思って私はしばらくそこに立ち止まって針金を眺めていたものです。するとそこへ西洋館の横手から兵隊ごっこか何かして遊んでいるらしい子供の一団がガヤガヤ言いながら出てきましたが、その中の6つか7つの小さな男の子が、他の子供たちはさっさと向こうへ行ってしまったのに一人後に残って何をするのかと見ていますと、今の飛来針の針金の手前の小高くなったところに立って前をまくると立ち小便を始めました。それを見た私はまたもや一つの妙計を思いつきました。中学時代に水が電気の導体だということを習ったことがあります。今子供が立っている小高いところからその針金の被覆の取れた部分へ小便を仕掛けるのはわけのないことです。小便は水ですからやっぱり胴体に相違ありません。そこで私はその子供にこう声をかけました。おい坊ちゃん、その針金へ小便をかけてごらん、届くかい。すると子供は、なに、わけないや、見ててごらん。そう言ったかと思うと姿勢を変えていきなり針金の生地の現れた部分をめがけて小便を仕掛けました。そしてそれが針金に届くか届かないかに、恐ろしいものではありませんか、子供はピョンと一つ踊るように飛び上がったかと思うとそこへばったり倒れてしまいました。後で聞けば飛来針にこんな強い電流が流れるのは非常に珍しいことなのだそうですが、このようにして私は生まれて初めて人間の感電して死ぬところを見たわけです。この場合も無論私は少しだって疑いを受ける心配はありませんでした。ただ子供の死骸に取りすがって泣き入ってる母親に丁重な悔やみの言葉を残してその場を立ち去りさえすればよいのでした。これもある夏のことでした。私はこの男を一つ犠牲にしてやろうと目指していたある友人といっても、決してその男に恨みがあったわけではなく、長年の間無二の親友として付き合っていたほどの友達なのですが、私にはかえってそういう仲のいい友達など何にも言わないで
ニコニコしながらあっという間に死骸にしてみたいという異常な望みがあったのです。その友達と一緒に房州のごく偏僻な漁師町へ秘書に出かけたことがあります。無論海水浴場というほどの場所ではなく、海にはその部落の赤銅色の肌をした小わっぱたちがパチャパチャやっているだけで、都会からの客といっては私たち二人のほかには画学生らしい連中が数人、それも海へ入るというよりはその辺の海岸をスケッチブック片手に歩き回っているに過ぎませんでした。名の売れている海水浴場のように都会の少女たちの優美な肉体が見られるわけではなく、宿といっても東京のキチン宿みたいなもので、それに食べ物も刺身の他のものはまずくて口に合わず、ずいぶん寂しい不便なところではありましたが、その私の友達というのが私とはまるで違って、そうしたひなびた場所で孤独な生活を味わうのが好きな方でしたのと、私は私でどうかしてこの男をやっつける機会をつかもうと焦っていた際だったものですから、そんな漁師町に数日の間も落ち着いていることができたのです。ある日、私はその友達を海岸の部落からずっと隔たったところにあるちょっと断崖みたいになった場所へ連れ出しました。そして飛び込みをやるのにはもってこいの場所だなどと言いながら、私は先に立って着物を脱いだものです。友達もいくらか水泳の心得があったものですから、なるほどこれはいいと私に習って着物を脱ぎました。そこで私はその断崖の端に立って両手をまっすぐに頭の上に伸ばし、1、2、3と思い切りの声で怒鳴っておいて、ピョンと飛び上がると見事な弧を描いて坂島に前の海面へと飛び込みました。バチャーンと体に水がついた時に胸と腹の呼吸でスイッと水を切って、わずか2、3尺潜るだけで飛び魚のように向こうの水面へ体を表すのが飛び込みのコツなんですが、私は小さい自分から水泳が上手で、この飛び込みなんかも朝飯前の仕事だったのです。そして岸から14、5軒も離れた水面へ首を出した私は、立ち泳ぎというやつをやりながら片手でプルッと顔の水を払って、おい飛び込んでみろと友達に呼びかけました。すると友達は無論何の気もつかないで、よしと言いながら私と同じ姿勢をとり、勢いよく私の後を追って飛び込みました。ところがしぶきを立てて海へ潜ったまま、彼はしばらく経っても再び姿を見せないではありませんか。私はそれを予期していました。その海の底には水面から一軒ぐらいのところに大きな岩があったのです。私は前もってそれを探っておき、友達の腕前では飛び込みをやれば必ず一軒以上潜るに決まっている、したがってこの岩に頭をぶつけるに相違ないと見込みをつけてやった仕事なのです。ご承知でもありましょうが、飛び込みの技は上手なものほどこの水を潜る度が少ないので、私はそれには十分熟練していたものですから、海底の岩にぶつかる前にうまく向こうへ浮き上がってしまったのですが、友達は飛び込みにかけてはまだほんの素人だったので、真っ逆さまに海底へ突き入って嫌というほど頭を岩へぶつけたに相違ないのです。果たしてしばらく待っていますと、彼はぽっかりとマグロの死骸のように海面に浮き上がりました。そして波の間に間に漂っています。言うまでもなく彼は気絶しているのです。私は彼を抱いて岸に泳ぎ着き、そのまま部落へ駆け戻って宿の者に急を告げました。そこで出漁を休んでいた漁師などがやってきて友達を解放してくれましたが、ひどく脳を打ったためでしょう、
もう蘇生の見込みはありませんでした。見ると頭のてっぺんが五六寸切れて白い肉がむくれ上がり、その頭の置かれてあった地面にはおびただしい血潮が赤黒く固まっていました。後にも先にも、私が警察の取り調べを受けたのはたった二度きりですが、その一つがこの場合でした。何分人の見ていないところで起こった事件ですから、一応の取り調べを受けるのは当然です。しかし私とその友達とは親友の間柄で、これまでにいさかい一つしたこともないと分かっているのですし、また当時の事情としては私も彼もその海底に岩のあるのを知らず、幸い私は水泳が上手だったために危ういところを逃れたけれども、彼はそれが下手だったばっかりにこの不祥事を引き起こしたのだということが明白になったものですから、難なく疑いは晴れ、私はかえって警察の人たちから友達を亡くされてお気の毒ですと悔やみの言葉までかけてもらうありさまでした。いや、こんなふうに一つ一つ実例を並べていたんでは再現がありません。もうこれだけ申し上げれば、皆さんも私のいわゆる絶対に法律に触れない殺人法を大体お分かりくださったことと思います。すべてこの調子なんです。ある時はサーカスの見物人の中に混じっていて、突然ここでお話しするのも恥ずかしいような途方もないへんてこな姿勢を示して、高いところで綱渡りをしていた女芸人の注意を奪い、その女を墜落させてみたり、火事場で我が子を求めて反狂乱のようになっていたどこかの細君に、子供は家の中に寝かせてあるのだ、そら泣いている声が聞こえるでしょう、などと暗示を与えて、その細君を猛火の中へ飛び込ませ焼き殺してしまったり、あるいはまた今や身投げをしようとしている娘の背後から突然またと頓狂な声をかけて、そうでなければ身投げを思い止まったかもしれないその娘をハッとさせた拍子に水の中へ飛び込ませてしまったり、それはお話しすれば限りもないのですけれど、もう夜も更けたことですし、それに皆さんもこのような残酷な話はもうこれ以上お聞きになりたくないでしょうから、最後に少し風変わりなのを一つだけお話しして終わりにすることにいたしましょう。今までお話ししましたところでは、私はいつも一度に一人の人間を殺しているように見えますが、そうでない場合もたびたびあったのです。でなければ3年足らずの間に、しかも少しも法律に触れないような方法で99人も人を殺すことはできません。その中でも他人数を一度に殺しましたのは、そうです、昨年の春のことでした。皆さんも当時の新聞できっとお読みのことと思いますが、中央線の列車が転覆して多くの負傷者や死者を出したことがありますね。あれなんです。なあに、バカバカしいほど造作もない方法だったのですが、それを実行する土地を探すのにかなり手間取りました。ただ最初から中央線の沿線というだけは見当をつけていました。というのは、この線は私の計画には最も便利な山中を通っているばかりでなく、列車が転覆した場合にも中央線には日頃から事故が多いのですから、ああまたかというくらいで他の線ほど目立たない利益があったのです。誰にしても注文通りの場所を見つけるのにはなかなか骨が折れました。結局 M 駅の近くの崖を使うことに決心するまでには十分1週間はかかりました。 M 駅にはちょっとした温泉がありますので、私はそこの宿へ泊まり込んで毎日毎日湯に入ったり、いかにも長刀流の湯治客らしく見せかけようとしたのです。そのためにまた10日余り無駄に過ごさねばなりませんでしたが、やがてもう大丈夫だという時を見計らって、ある日私は
いつものようにその辺の山の中を散歩しました。そして宿から半里ほどのある小高い崖の頂上へたどり着き、私はそこでじっと夕闇の迫ってくるのを待っていました。その崖の真下には汽車の線路がカーブを描いて走っている。線路の向こう側はこちらとは反対に深い険しい谷になって、その底にちょっとした谷川が流れているのが霞むほど遠く見えています。しばらくするとあらかじめ定めておいた時間になりました。私は誰も見ているものはなかったのですけれど、わざわざちょっとつまずくような格好をして、これもあらかじめ探し出しておいた一つの大きな石ころを蹴飛ばしました。それはちょっと蹴りさえすればきっと崖からちょうど線路の上あたりへ転がり落ちるような位置にあったのです。私はもしやり損なえば幾度でも他の石ころでやり直すつもりだったのですが、見ればその石ころはうまい具合に一本のレールの上に乗っかっています。半時間の後には下りの列車がそのレールを通るのです。その自分にはもう真っ暗になっているでしょうし、その石のある場所はカーブの向こう側なのですから、運転手が気づくはずはありません。それを見定めると、私は大急ぎで M 駅へと引き返し、半里の山道ですからそれには30分以上費やしました。そこの駅長室へ入っていって、大変ですとさも慌てた調子で叫んだものです。私はここへ当時に来ているものですが、今半里ばかり向こうの線路に沿った崖の上へ散歩に行っていて、坂になったところを駆け下りようとする拍子にふと一つの石ころを崖から下の線路の上へ蹴落としてしまいました。もしもあそこを列車が通ればきっと脱線します。悪くすると谷間へ落ちるようなことがないとも限りません。私はその石を取り除けようといろいろ道を探したのですけれど、何分不案内の山のことですから、どうにもあの高い崖を降りる方法がないのです。ぐずぐずしているよりはと思ってここへ駆けつけた次第ですが、どうでしょう、至急あれを取り除けていただくわけにはいきませんか、といかにも心配そうな顔をして申しました。すると駅長は驚いて、それは大変だ、今下り列車が通過したところです、普通ならあの辺はもう通り過ぎてしまった頃ですが、というのです。これが私の思うツボでした。そうした問答を繰り返しているうちに、列車転覆、死傷数知らずという報告がわずかに基地を出して駆けつけたその下り列車の車掌によってもたらされました。私は雪がかり上一晩 M の警察署へ引っ張られましたが、考えに考えてやった仕事です。手落ちのあろうはずはありません。無論私は大変叱られはしましたけれど、別に処罰を受けるほどのこともないのでした。後で聞きますと、その時の私の行為は刑法第120条とかにさえ、それは500円以下の罰金刑に過ぎないのですが、当てはまらなかったのだそうです。そういうわけで私は一つの石ころによって少しも罰せられることなしに、あれはそうです、17人でした。17人の命を奪うことに成功したのでした。皆さん、私はこんなふうにして99人の人命を奪った男なのです。そして少しでも食いるどころか、そんな血生臭い刺激にすらもう飽き飽きしてしまって、今度は自分自身の命を犠牲にしようとしている男なのです。皆さんはあまりにも残酷な私の所業に、それそのように眉をしかめていらっしゃいます。そうです、
これは普通の人には想像もつかぬ極悪非道の行いに相違ありません。ですが、そういう大罪を犯してまで逃れたいほどのひどいひどい退屈を感じなければならなかったこの私の気持ちも少しはお察しが願いたいのです。私という男はそんな悪事をでも企むほかには何一つこの人生に生きがいを発見することができなかったのです。皆さん、どうかご判断なすってください。私は狂人なのでしょうか、あの殺人狂とでもいうものなのでしょうか。かようにして今夜の話し手のものすごくも奇怪極まる身の上話は終わった。彼は幾分血走った、そして白目がちにドロンとした狂人らしい目で私たち聞き手の顔を一人一人見回すのだった。しかし誰一人これに答えて批判の口を開く者はなかった。そこにはただ薄気味悪くチロチロと瞬くろうそくの炎に照らし出された七人の上気した顔が微動さえしないで並んでいた。ふとドアのあたりの垂れ絹の表にチカリと光ったものがあった。見ているとその銀色に光ったものがだんだん大きくなっていた。それは銀色の丸いもので、ちょうど満月が密雲を破って現れるように赤い垂れ絹の間から徐々に全く円形を作りながら現れているのであった。私は最初の瞬間からそれが給仕女の両手に捧げられた我々の飲み物を運ぶ大きな銀盆であることを知っていた。でも不思議にも万象を無限化しないではおかぬこの赤い部屋の空気はその世の常の銀盆を何かサロメ劇の古井戸の中から奴隷がぬっと突き出すところのあの預言者の首が乗せられた銀盆のように幻想をせしめるのであった。そして銀盆が垂れ絹からできってしまうとその後から青龍刀のような幅の広いギラギラとしたダンビラがにょいっと出てくるのではないかとさえ思われるのであった。だがそこからは唇の厚い半裸体の奴隷の代わりにいつもの美しい給仕女が現れた。そして彼女がさも快活に七人の男の間を立ち回って飲み物を配り始めるとその世間とはまるでかけ離れた幻の部屋に世間の風が吹き込んできたようでなんとなく不調和な気がしだした。彼女はこの家の開花の酒場の華やかな兜と乱水とキャーというような若い女のしだらない悲鳴などをふわふわとその身辺に漂わせていた。そーら、うちよ。突然 T が今までの話し声と少しも違わない落ち着いた調子で言って右手をポケットに入れると一つのキラキラ光る物体を取り出してぬーっと給仕女の方へ差し向けた。あという私たちの声とバンというピストルの音とキャッとたまげる女の叫びとそれがほとんど同時だった。無論私たちは一斉に席から立ち上がった。しかしああなんという幸せなことであったか、撃たれた女は何事もなくただこれのみは無残にも打ち砕かれた飲み物の器を前にしてぼんやり立ちすくんでいるではないか。Tが狂人のように笑い出した。おもちゃだよおもちゃだよ。ハナちゃんまんまといっぱい食ったね。では今なお T の右手に白煙を吐いているのはおもちゃのピストルに過ぎなかったのか。まあびっくらした。それおもちゃなの？ T とは以前からおなじみらしい給仕女は
でもまだ唇の色はなかったが、そう言いながら T の方へ近づいた。どれ、貸してごらんなさいよ。まあ、本物そっくりだわね。彼女は照れ隠しのようにそのおもちゃだという6連発を手に取ってとみこみしていたが、やがて悔しいから、じゃあ私も打ってあげるわ、言うかと思うと、彼女は左腕を曲げてその上にピストルの筒口を置き、生意気な格好で T の胸に狙いを定めた。君に打てるなら打ってごらん。 T はニヤニヤ笑いながらからかうように言った。打てなくってさ。バーン。前よりは一層鋭い銃声が部屋中に鳴り響いた。何とも言えぬ気味の悪いうなり声がしたかと思うと、 T がぬっと椅子から立ち上がってばったりと床の上へ倒れた。そして手足をバタバタやりながら苦悶し始めた。冗談か。冗談にしてはあまりにも真に迫ったもがきようではないか。私たちは思わず彼の周りへ走り寄った。隣席にいた一人が卓上の食材を取って苦悶者の上に差し付けた。見ると T は真っ青な顔を天寒闇のように痙攣させて、ちょうど傷ついたミミズがくねくね跳ね回るような具合に体中の筋肉を伸ばしたり縮めたりしながら夢中になってもがいていた。そしてだらしなく裸ったその胸の黒く見える傷口からは、彼が動くたびにたらりたらりと真っ赤な血が白い皮膚を伝って流れていた。おもちゃと見せた6連発の第2発目には実弾が装填してあったのだ。私たちは長い間ぼんやりそこに立ったまま、誰一人身動きするものもなかった。奇怪な物語の後のこの出来事は私たちにはあまりにも激しいショックであった。それは時計のメモリから言えばほんのわずかな時間だったかもしれないけれども、少なくともその時の私には、私たちがそうして何もしないで立っている間が非常に長いように思われた。なぜならば、そのとっさの場合に苦悶している負傷者を前にして、私の頭には次のような推理の働く余裕が十分あったのだから。意外な出来事には違いない。しかしよく考えてみると、これは最初からちゃんとT の今夜のプログラムに書いてあった事柄なのではあるまいか。彼は99人までは他人を殺したけれど、最後の100人目だけは自分自身のために残しておいたのではないだろうか。そしてそういうことには最もふさわしいこの赤い部屋を最後の死に場所に選んだのではあるまいか。これはこの男の深い極まる性質を考え合わせると、まんざら見当外れの想像でもないのだ。そうだ、あのピストルをおもちゃだと信じさせておいて球児女に発砲させた技巧などは他の殺人の場合と共通の彼独特のやり方ではないか。こうしておけば下手人の球児女は少しも罰せられる心配はない。そこには私たち6人もの証人があるのだ。つまり T は彼が他人に対してやったのと同じ方法を、加害者は少しも罪にならぬ方法を彼自身の場合に応用したものではないか。私の他の人たちも皆それぞれの考えにふけっているように見えた。そしてそれはおそらく私のものと同じだったかもしれない。実際この場合、そうとより他考え方がないのだから。恐ろしい沈黙が一座を支配していた。そこにはうつ伏した給仕女のさも悲しげにすすり泣く声が
しめやかに聞こえているばかりだった。赤い部屋のろうそくの光に照らし出されたこの一畳の悲劇の場面は、この世の出来事としてはあまりにも無限的に見えた。突如、女のすすり泣きのほかにもう一つの異様な声が聞こえてきた。それはもはやもがくことをやめて、ぐったりと死人のように横たわっていた T の口から漏れるらしく感じられた。氷のような旋律が私の背中を這い上がった。その声はみるみる大きくなっていった。そしてはっと思う間に、瀕死の T の体がひょろひょろっと立ち上がった。立ち上がってもまだクックックックという変な音は止まなかった。それは胸の底から絞り出される苦痛のうなり声のようでもあった。だが、もしや、おお、やっぱりそうだったのか。彼は意外にも最前からたまらないおかしさをじっと噛み殺していたのだった。皆さん、彼はもう大声に笑い出しながら叫んだ。皆さん、わかりましたか、これが。すると、ああ、これはまたどうしたことであろう。今の今まで、あのように泣き入っていた給仕女が、いきなり快活に立ち上がったかと思うと、もうもうたまらないというように体をくの字にして、これもまた笑いこけるのだった。これはね。やがて T は、あっけに取られた私たちの前に一つの小さな円筒形のものを手のひらに乗せて差し出しながら説明した。牛の膀胱で作った弾丸なのですよ。中に赤インキがいっぱい入れてあって、命中すればそれが流れ出す仕掛けです。それからね、この弾丸が偽物だったと同じように、さっきからの私の身の上話というものもね、初めからしまいまでみんな作り事なんですよ。でも私はこれでなかなかお芝居はうまいものでしょう。さて、退屈屋の皆さん、こんなことでは皆さんが始終お求めなすっているあの刺激とやらにはなりませんでしょうかしら。彼がこう種明かしをしている間に、今まで彼の助手を務めていた給仕女の機転で開花のスイッチがひねられたのであろう。突如真昼のような電灯の光が私たちの目を幻惑させた。そしてその白く明るい光線は、たちまちにして部屋の中に漂っていたあの無限的な空気を一掃してしまった。そこには暴露された手品の種が醜いムクロを晒していた。黄色の種絹にしろ、黄色の絨毯にしろ、同じテーブル掛けや肘掛け椅子、果てはあのよしありげな銀の食台までが、なんとみすぼらしく見えたことよ。赤い部屋の中にはどこの隅を探してみても、もはや夢も幻も影さえとどめていないのである。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。